広島県広島市のピンクタイガーさん、はい、壁線普通といただいてますね、うん、これは線路なんですか ね、 線路が完全に、まあ、土砂によって埋もれているといったような状況、うん、でそうですね、これも見ていただくと結構こう水が溜まっているようなイメージじゃないですか、うん、そう見えますね、うん、なんか大きな岩が、はい、ゴロゴロしてるというか、本当に土の塊がドンといるというよりは少しこうドロドロになった、うん、土がバーッと広がってるようなところ、水浸しになっちゃってる感じですね。そうそうそう、これがね先ほどの特徴だと思うんですよね、はい、うん、なので、土砂崩れが広域に影響するというのがやっぱり特徴かなと思いますけどね、うん、はい、そうですね、はい、ということで、まあ、いろんなところで影響が出てしまっているようなんですが、このリポートをくださっているピンクタイガーさん、はい、うん、お電話でお話しできるということなので、はい、ちょっと状況を、ね、お聞きしていきたいなと思います。はい、それではピンクタイガーさん、あ、もしもし、あ、こんにちは、はじめまして、はい、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ピンクタイガーさん、そちら今は大丈夫でしょうか？安全に過ごせていらっしゃいますか？はい、一応安全には保ちます。はい、なるほど、うんうん、まず人安心というところでしょうかね。はい、はい、まあ、今の状況というのもお聞きできたらと思うんですけれども、お天気の状況や、はい、周りの状況などはどうでしょうか？あ、ちょっと自宅の方がちょっと土砂が入って、うん、はいはい、もう立てない状態なので、うん、で2枚目の写真があると思うんですけど、はいはい、ちょっと実家なんですよ。あ、なるほど。で、そこがちょっと泥が来たら、まだ向かい上までには行ってないんですけど、うん、泥が道路に来てるような状態です。あ、なるほど、わかりました。今はご実家の方にこう避難されているという状況ですけども、はい、夜中もかなり激しく降って、まあ、土砂崩れなんかのこう前兆といいますかね、そんなのというのは感じられたことはありましたでしょうか？そうですね、昨日の20時前ぐらいにすごい雷雨と雨が降って、はいはい、でもうかなりひどい感じの雷雨で、うん、でこれちょっとまずい、今までの降った量もあるからちょっとまずいのかなとは思ったんですけど、うん、はい、で一応まあその日はまあそこには着いたんですよ、はい、で3時過ぎぐらいに地震の雷のような感じの音が地震的みたいな感じ、はい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 、ちょっとお風呂場からちょっと今で見えるもんですから、はい、雨の道路があるんですけど、どの写真があると思うんですけど、こちらのもう一枚手前、もし、家の近くの、はい、ですね、はい、あれですね、すごい、はいはい、川のような感じで勢いよく流れて、ああ、なるほど、なるほど。あ、はいはい。あ、こっちの写真ですね。うん、もう土の塊っていうよりは、もう泥水がどんどん流れてくるとか、そんな感じでしたかね。小さい小石とかも。ああ、なるほど。はい。できたりとか。はい。出ました。はい。あ、すいません。はい、ちょっと音声が、はい。すいません。ちょっと音声が届きづらかったみたいなんですが、はい。もう一度お話をお聞きしてもいいでしょうか。すみません。どっから話しましょう。この土が、そうですね。はい。ちょうど泥水のような水が流れ込んできたというところあたりから、はい、ええ、はい、で大木もちょっと流れてきたりして、はい、結構勢いが広がったもんですから、うんうんうん、もうとりあえず夜明けを待って、はい、ずっと家でとりあえず待機しました、うん、なるほど。じゃあピグタイガーさんお住まいのところ、まあ、ご自身が
のところは、まあ、1階ではなくてそれもうちょっと高いところというところだったんでしょうか。1階なんですけど、あ、はいはい、あの上にあの、うん、集合住宅で、うんうんうん、あの上の方にまだあの軽なもんですか、塔が あったもんですか、それがちょっとブロックされていて、うんうんうん、であの玄関先とかに泥が来たような感じ、うん、ああなるほどね、わかりました、うん、じゃあ、まあ、何棟かなければもうそのままドンと入ってきてしまったというそんな感じでしたかね。あ、そんな感じです。ああの上の五棟の方はもう、うん、部屋の中に入ってるみたいで泥が、はい、なんか大変なことになってるみたいです。あ、分かりました。で、まあ、夜明けを待たれて避難されたということなんですけど、もうあれですかね、あの周りが見えるようになってからは、まあ、この辺りを歩けば安全だなっていうのはだんだん見えてきたというところでしたでしょうか。そうですね、あのやっぱりちょっと夜は危ないので、うん、そうですね、はい、だから とりあえずあの荷物だけ用意して、はい、であの夜明けを待ったよって避難したいか。うん、わかりました。はい、わかりました。あのちょっとね、夜の時間帯というのもあって怖い思いされたかもしれないですけれども、あのこれをね、あのまだこういった経験されてない方も多いと思うんですけれども、はい、なんかこの周りの方たちに伝えて おきたいなということとか何かあったらお聞きしてもいいですか。あの一応あの非常食とかは用意はしてたんですけど、はい、やっぱりあのあんまり災害がなかったので今まで、はいはいはい、だからあんまり用意してなかったので、はい、本当用意しておいた方がいいということを聞いた。そうですよね。なるほど、はい、分かりました、うん、はい、ということでもう話聞いていきましたが、この後もねちょっと気をつけてお過ごしいただきたいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。